敬虔なプリーストである私の今日の役目は、このカジノにいる人々をアクシズ教に導くこと。ガーチキョー、また金吸っちまった。もしそこのお兄さん、スロットマシンを前に自分を抑えることなく本能のままに金をつぎ込むなんて、なんだよ、文句でもあるのか。違います、逆です。あなた見込みがあります。さあアクシズ教に入信しましょう、今すぐに。誰か、変な女が。ち、逃げられてしまったわ。そんな言い方をしては誰でも逃げ出しますよ。あら、あなたはいつぞやの、どうしてここに。アクア様にお願いされたんですよ、セシリーさんの手伝いをしてくれって。うんうん、つまりは天のおぼしめしというわけね。そうかもしれませんね。それで僕は何をすれば。何でも言ってください。何でも。ええ、僕にできることなら何でも。ミツルギさん、魔剣の勇者と呼ばれるほどの実力者で、エンシェントドラゴンすらも討伐したとか、きっとお金もたくさん持ってるわよね。そんな男が私に何でも言ってくれと、私の願いを叶えてくれると。わかりました、結婚しましょう。うん、え、どうして。何の気なしに偶然立ち寄った店で再会を果たす二人、これはもう運命ではないですか。運命って、僕はアクア様にお願いされただけで。恥じらっているのね。謙虚で可愛い。よかった、お願いですから話を聞いて。わかったわ、ここはカジノですものね。では今から私がこのルーレットを回します。もしボールが黒のポケットに入ったら友達に戻りましょう。でも赤のポケットに入ったら、結婚の申し出を受け入れます。どうしていつの間にか僕がプロポーズしたみたいになってるんですか。行きます、それだから話を。運命が消したわ、ポケットの色は赤。結婚よ、私を養って。おかしいですよ、これ以上は話しても無駄だし、失礼します。お待ちになって、すぐ終わりますから。婚姻届にサインしたら終わりですよ、ほらほら。それは人生の終わりだ。カラ、スバ